人形の家は1879年にヘンリック・イプセンによって書かれた儀曲。1879年、デンマーク王立劇場で上演された。弁護士、ヘルメルの妻のらを主人公とし、新たな時代の女性の姿を世に示した作品。全三幕。世界的にイプセンの代表作とされている。この作品をもって、イプセンの社会劇あるいは、 中期問題劇の始まりとみなすのが一般的であり、彼はこの後ほぼ2年に1作のペースで作品を書き上げることになる。リアリズム演劇あるいは近代劇の代表作品であり、同時にしばしばフェミニズム運動の勃興と共に語られる作品である。この作品の成功がイップセンを一躍世界的な劇作家とした。西洋内部だけでなく、 アジア諸国の女性解放運動や進撃、話し劇など伝統演劇とは異なる新演劇の形成に直接の影響を与えた。弁護士ヘルメルと妻ノラは講師ともに充実した生活を送っていたが、クリスマスイブに事件が訪れる。ヘルメルは年明けから新宅銀行の頭取りに就任することとなり、その部下となる予定のクロックスタがノラを訪ねた。 クロクスタは、ヘルメルと旧地の中であったが疎まれており、ヘルメルの頭取就任後に解雇される予定であった。ノラは、クロクスタの解雇撤回の頼みを断ろうとするが、クロクスタはノラが過去に犯した違法行為の証拠を握っていることを明かす。それはかつて、ヘルメルが重病に陥り金銭が必要になった時、ノラはクロクスタから借金をし、 その際に借用証書の父のサインを偽造したのであった。当時、父は死の床にあったため、これは苦肉の策でもあった。もし解雇されるなら、この秘密を暴露するとクロクスタに宣言されたノラは悩む。ノラはヘルメルにクロクスタの解雇を取り消すよう頼むが、事情を知らない。ヘルメルは取り合わず、クロクスタは解雇を通告される。宣言通りクロクスタは、 秘密を暴露する手紙をヘルメルに送りつけた。事情を知った、ヘルメルは激怒し、ノラを散々に罵倒するが、その最中に改心した黒くしたから、借用証書が変装されてくる。先ほどまでの態度を表現させ、微笑んで甘い言葉を発するようになる、ヘルメルに対し、ノラはヘルメルから受けていた愛情だと思っていたものは、実は自分を、 人形のように可愛がっていただけであり、一人の人間として対等に見られていないことに気づき、ヘルメルの静止を振り切って野良は家を出る。原稿版での観光、坪内商予定で行われた人形の家、書演に本における書演は文芸協会による。会長の坪内商用の指定内に建てられた文芸協会支援場で講演された。講演期間キャスト9月公演のキャストは、 以下の通り、表記は当時による、ありがとうございます。